こんにちは、仰天ゆりなです。イエーイ。TikTok あげたんでよかったら見てください。18時ぐらいにあげたんですよ、 TikTok。 最近ね、フォロワーが全然伸びないし、再生数も全然伸びなくなってしまったので、皆さんよろしくお願いします。再生数じゃねえわ、いいね数だ、間違えた。ぜひともよろしくお願いいたします。なんかさ、なんだっけ、若干鼻声なのは気にしないで。なんかめっちゃ花粉が今日すごくて、ね、家に帰ってきた時にめっちゃムズムズしてたから、鼻の花粉のシュッシュあるじゃないですか。鼻の花粉のシュッシュをしたんですよ。そしたらなんか鼻声になっちゃった。そう、鼻がムズムズするから、病院でもらった鼻のさ、シュッシュッってするやつあるじゃん。で、それをやったはいいんだけど、なんか吸いすぎたせいか、なんか逆に、ね、ちょっと若干鼻声なんですよ今。そう、なんか逆に鼻声になっちゃって。そうそうそう、気にしないで、マジで。シンプルにその鼻のシュッシュやったら鼻声になっちゃって。 逆にね、みたいな。なんで？みたいな。意味、ね、やったのに、なんか知らんけど、鼻声になりました。ははははは。謎すぎる。やったのにさ、鼻声になるってさ、どういうこと？ やった意味。今日はね、朝から、ハルコンのリハをしてきて、ね、それでね、ハルコンのリハが終わった後にね、今日は下尾とあやねと急遽ね、かき氷を食べに行ってきました。なんか全然食べる予定とかなかったんだけど、そう、なんか急に「え、行っちゃう？」みたいなノリで、そう、行っちゃうとかやって、かき氷を食べてきました。なんか日光あったかいんだけど、あれだね、日陰になった瞬間めっちゃ寒いね。そう、そうそうそう、なるも誘いたかったんだけど、なるはね、いなかったんです、今日。はい、今日はなるがいなかったので、かき氷隊長を誘いたかったんですけど、ちょっと残念ながらいらっしゃらなかったので、今日は隊長を誘わずに、隊長とまた行きたいねっていう話はしたんですけど、メンバーと。リハ終わりにね、その言ったから。でもなるにも「そうそうそう、行こうね」とは言ったんだけど、なんか鼻シュッシュしたやつをさ、シュッてするために吸うじゃんって。吸いすぎてさ、めっちゃ鼻の付け根超痛いの今でも。やばくない？1時間前ぐらいに鼻シュッシュしたのにさ、鼻の付け根痛いんだけど。 そんなことある？勢いよく吸いすぎたんかなって。失敗したな、めっちゃ鼻痛い。じゃあ、あれ嫌いなんだよね、鼻シュッシュ。なんか怖くて、吸うじゃん、シュッてさ、吸わないとさ、ただシュッてするだけど、たださ、こう出てきちゃうじゃん、あれ。だからさ、なんかシュッてさ、吸わないといけないのかなと思って、吸ったらさ、失敗した。
多分ね吸わなくていい、なん説明書読めよっていう話なんだけど、別になんか吸わなくても鼻にやればいいだろうと思って鼻にやったんだけど、なんか吸わない問題あるんかな。あ、吸わなくていいんだって。シュッてやってから上向いて鼻薬が出ないように上向いて吸ってくださいだって。シュッの時は吸わなくていいんだ。シュッ上向いてって吸わない、どっちにしても吸うんかい。で吸えって、そうらしいっす。まあ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 一緒だよね。まあまあちょっと多分勢いよく吸いすぎて鼻声になったんだわ。そう、まあでも吸うタイミングミスったぐらいかな正直。今日さ何月何日、今日は何日、土曜日なの分かるんだけど、何3月9日、3月9、2024年、この点鼻薬を使ったあの何日にちを書いてない、書かないとね、賞味期限っていうものがあるから。そうそうそう、いやー吸うタイミングミスったんだな、知らなかった。タイミングをミスったったかたんたんたん、ぜひ TikTok よろしく、マジフォロワー増えなくてカナピー、増えなくてカナピーのでよろしくお願いします。私あれ、私なんかちょっともう、あそういえばいろいろツイッターに告知を出さなきゃ出さなきゃって思ってて、なんかありすぎて、ちょっと待って、どれを告知してどれを告知してないのか忘れちゃったよねマジであるあるなんだけどさ、なんかこうバタバタしてるとさ、あれもやらないとこれもやらないとみたいなさ、なんかやりすぎちゃって、なんか誰がやるか、っていうかさ、気づいたらもう私あれだわ、25だわ、あと4日で25、やばくない、怖いんだけど、早いんだけど、あ、間日本さんから、あれだ。店頭のやつね、みんなこれ。HMV&BOOKS 渋谷店さんと、ラムタラメディアワールド秋葉店さん。商船。ブックタワーさんとグランデさん、この4店舗です。このお洋服かわいいでしょ、大きいリボン、これね、リツイートしてないわ、あれ私したっけ、いやしてないな、してないな多分。なんかさ、もうさ、どれをしてどれをしてないのかがさ、なんかさ、あーちょっとこれもやりたいなとか思うとさ、急にさ、私さっきはねちょっと振り V 見ててさ、完全に振り V を完全に見てて、あーなんかそれでリハの途中とかでさ、あこれやんなきゃって思って、あって思ったんだけどさ、リハの途中で他事もやってたから完全に忘れてるっていうね、完全に忘れてるよね、いろいろと、あやってないね、やってないね、ツイートしなきゃ。よし、これみんな今あのツイートするから、これ見てね、お店、こう私が今からツイートするから、これ見て、あお店ここなんだ、オッケー、よろしく。
そう。よし、今ね、あれツイートしたからこれ参考にして、場所わかんなかったら。あー、ほんと鼻吸いすぎて鼻痛いんだけど、なんで？なんでこんなに鼻が痛いんだろう。あ、そうだそうだ、これの告知も痛いしたいと思ってたんだよね。これの告知、あのね、ファースト DV のオンラインのイベントがあって、3月25の19日ね、3月25の19日の19日じゃねえわ、3月25日の19時ので、 YouTube、 これは YouTube はアイドル日本さんの公式の YouTube で配信される。あのよく AKB もショールームかなで、やってんじゃん、オンラインサイン会みたいな、あれのあれを DVD ネットのやつを、なんて言うんだっけ、そう、このアイドル日本さんの公式でやるみたいな感じ。まあ雰囲気としてはあれを、あれの DVD バージョンで、このアイドル日本さんの YouTube でやりますよっていうやつですね。はい、なんでこれは3月9の10時より、朝10時より受付なんで、もう始まってる、え、始まってますね、今日の10時からなので、ぜひ皆さんチェックしてください。これよろしくお願いいたします。ぜひぜひ。あ、ちょっともうね、ツイートしましょう。あ、SNS が多すぎて無理、ちょっと待ってね。なんかね、いっぱい SNS がありすぎて、ちょっと本当にわけわからなくなっちゃってるね。なんかあれもしたいし、これもしたいし、ちょっと待ってな。これもね、ツイートするわ。ちょっと待って。まず、失礼しました。あ、あ、あ、オーマイガー。いや。ちょっと待って。アイドル日本、さんチャンネルで配信します。ぜひぜひ、あ、間違った、ぜひぜひ。待ってます、待ってまーす。仰天ゆりなったつけとこ、仰天。なんかさ、これの DVD のさ、ハッシュタグとか特にないんだね、ないんだね。仰天ゆりな拡散希望、あ、間違えた、希望希望希望。3月25、19時サイン会のスイーツチューブのアイドル日本さんチャンネルで配信いたします。よし、 OK、 はい、ツイートした。オッケー。つい、あれ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 、ツイートしましたぞ。んで、
とりあえずいいね押しといて、これね、ドド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 オッケーじゃない、オッケー、よいしょ、よろしくお願いします。今ツイートしたのでチェックしてください。ツイートって言わんな、ポストですね。私やばい、早く X にしないと、まだ青い鳥が、私まだ青い鳥なの、やばい。私まだ青い鳥が飛んでるの、早くしろよっていう話なんだけど、いつもね、しようしようと思って寝るんですよ。しようしよう詐欺ですね、本当に。そろそろバグ起きそうで怖いな。もうまだポストとリツイートとかなんて言うんだろう、新しいやつって。なんて言うんだろうね、わかんない。ポストと引用リツイートとリツイートは一緒なのかな、リポスト、あーリーツイートのリポスト、へー。あとめっちゃ英語なんでしょう、なんか知らなかったんだけど、なんかすごいめっちゃ英語って聞いた。英語読めないんだけど、どうしたらいい、マジ簡単なスペルすら読めないこの私が英語を果たして読めるのだろうか、心配だ。よし、めっちゃ目かゆい。よっしゃ、そろそろ15分経ったかな、経つかな、まだかな、わかんないや。ドクドドド、お、経ったよ、だって。あ、オッケー。よし、じゃあちょっとこの辺で終了にしたいと思います。ちょっともう最近はちょっと立てこもっててあ、違う、立てこもっててじゃないよ、間違えた。なんかもう最近日本語忘れすぎてちょっとやばいんだけど、マジで言いたいことが全然言えない。あのね、そうそうそう、あのちょっと最近ね、あの立て込んでるので、ちょっともうこの辺でね終了にさせていただこうかなというふうに思っています。なので、あのこの辺で終了にいたしたいと思いますので、じゃあちょっとランキングを読ませてもらって、明日もねリハがありますので頑張ります。13位ミキティさん、12位マーニャンさん、11位ピアノマンさん、10位食べ過ぎ飲み過ぎさん、9位ニューネームさん、8位相模さん、7位春太郎さん、6位ナッティさん、5位沢正さん、4位大地さん、3位ま…間違えた、ザックさん、秋葉と渋谷にリビリのポスター見て、おー、ありがとうございます、嬉しい。2位地道な走り屋さん、そして今日の第1位はナーラブさんです。あ、待って、地道な走り屋さんにあれコメントがついてたわ、ヘッドホン最後に似合ってるってありがとう、嬉しいです。そして今日の第1位はナーラブさんです、イエーイ、ありがとうございます。というわけで、あのちょっと私これ鼻声なんですけど、これ鼻声は花粉症の薬を吸ったら吸い間違えて鼻声になっただけなんで、全然あの体調とかは何にも、元気100倍アンパンマンなんで気にしないでくださいね。シンプルに鼻声なのはもうさっきの点鼻薬を打ったら失敗し、あの打ち方ミスったまあ鼻声になっただけなんで気にしないでください。というわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日はね、多分朝から夕方ぐらいまでリハがあるので、多分この辺の時間になるのかなというふうに思ってますので、まあ時間のタイミング合えばぜひ皆さん遊びに来てください。というわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。